みんな川に釣りに行った時に長靴が釣れちゃったなんてことあるよね。でもこの長靴って一体どこから来たんだろうね。長靴は川の中に穴を掘って巣を作って生活しています。多少汚い水の中でも生きていけるみたいだね。そしてこっちがオスの長靴、こっちがメスの長靴なんだ。オスとメスで向きが違うみたいだね。そしてこのオスとメスの長靴なんだけど、6月くらいになるとこのように交尾を始めるんだね。メスの体の中にオスが入り込んでるんだね。そして交尾をするや否や産卵をするんだね。こっから出てきてる卵がね。はい。そして、これが長靴の稚魚だね。はい。まだ体も透明で内臓も透けちゃってるんだね。そして2年から3年くらいするとこのように24から 27.5 センチくらいの立派な長靴に成長するんだ。そしてこの長靴はなんやかんやありまして、みんなの食卓に運ばれてくるんだね。身は淡白なんだね。ポン酢をつけて食べると美味しいよ。